チャンネル。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。改めまして監督よろしくお願いします、はい、暑いですね、はい、暑いも実は関本さん岡田監督にインタビューするのは初めて少し緊張気味2年目の時に監督、まあ、オリックスから阪神戻ってこられて、うん、でまあ、うん、2軍監督して1軍コーチして、うん、1軍監督してて、うん、もう10年以上監督にお世話になってきたんですけど、うん、まさかあの時に自分がこの20何年後に監督にインタビューする立場になるなんて想像つかなかったんですけどあの頃はな、はい、今まあこうしてあの結構監督の教え子たちが、まあ、テレビやラジオや新聞やで、うん、あの評論やったり解説やったりしてるんですけど、うん、どうですか教え子にタイガースのことを喋られてるっていうのはまだあんまり分かってない部分あるなそうですねいきなり先制パンチを食らった関本さんですが早速聞きたかったことを前回監督されてる時、まあ、僕元気でしたけど、うん、あの時より今田の方が結構ベンチで喜怒哀楽が出てるように感じるんですけどそんなに期待してないやつが打つとかな、はいうん、前はでも打つやつは打つから、はい、な打てんやつは打てんで分かってるやんかな、はいはいはい、だからそういうので出るのかも分からんけどな、うんうん、確かに僕が甲子園で川上憲伸さんからレフトポール際に満塁ホームラン打った時に両手広げて監督喜んであれは多分期待してないバッターなんですとそういうことやろねはい、今年は選手とのコミュニケーションも大事にしている岡田監督外国人選手とのコミュニケーションってどうしてるんですか、うん、でも一番喋ってきるのは美恵ちゃんやなあ、そうですかあいつは今俺のバッティングどうなってるとかお前言うて分かるんかなと思ってこいつのほんま一番聞いてくるのは美恵ちゃんやなあさらに試合中でもアドバイスを大山選手がこの間巨人戦でホームラン打った時にちょっと裏で教えたとか、うん、ああちょっとね、うん、先週火曜日の巨人戦大山選手のホームランにはこんな裏話があったんです5回でたまたまグランドスリーの時に後ろでね、はい、たまたまだからなんか潰しとったからいや それはちょっと今おかしなってるでって言ったんだよね、はい、もうちょっとセンターにまず行きなさいと、はいはい、それから引っ張れって言ったんよね、はあ、それがもうそのまま試合で次の打席でそれでホームラン打ち取ってもらったんだよ打球方向の意識を植え付けてもらった結果打ちましたレフトに上がった大山逆転ツーランホームラン見事逆転ツーラン岡田監督の的確なアドバイスが導いたホームランでしたいやよく僕も昔、うんまあ、2軍の時によく教えていただいてて、うん、そっと手を差し伸べてくれたのが監督やったんですよちょっとの好打ちの中みんなあるからね、はい、ああ本当に悪なったらもうこれはちょっともう重症の時はあかんねやっぱりねなんかやっぱり手助けしないとな、はい、でも当時その浜中とあ神のお告げがいただいたから打てるなっていうのを浜とはよう言うてたんですよそれはもう最悪の事態や選手の状態が悪くても一言で一変させるまさに岡田のお告げそのアドバイスは打撃だけでなく守備でも梅野選手ともなんか結構こう言ってる言ってる梅野 ね、 ね7月13日の試合の時やったと思うんですけど、うんうん、あの DeNA 戦でベンチで梅野選手呼んで結構長い間話し込んでたっていうのとかっていうのもやっぱ配球の話とかそう配球の話配球の話4点ぐらい負けてる時やな、はい勝ってる時と負けてる時と同じ配球するからな、はあはあ、ちょっと探れ言うたんよな、はい、負けてる時にもうここは強いから言うて全然攻めへんかったらいつまでたっても攻めへんやんか、はいはい、
強いとこバッターの強いとここういう時には投げれるやんか、はい、そういう時にな、やっぱり試してみないとな、うん、負けているからこそやらないといけない攻めの配球。これが次の勝利につながっていくんです。明日から高校野球に甲子園を明け渡し長期遠征に出る阪神、いよいよ死のロードが始まります。ホームが5試合、ビジター18試合というところなんですけど、うん、どういうふうに戦っていくのかというロードも、しかし前と比べたらだいぶ楽になってるんかな。1週間ドームもあるし、ね、半分ドームとか、うん、確かにもう20野外球場が23試合で9試合だけですもんね。そうそうそう、まあ、俺らの時は、ね、死のロードだけど、はい、そういう感覚はあんまりないよね、うん、俺早くドームでやりたいね涼しいところでやりたい気分、涼しいところでやりたい気分の方が強いね、はいはいはい、うん、ドーム球場が増えたことで阪神の過去10年のロード成績は負け越し3回だけ。死のロードと言われたのも過去の話。そのロードで鍵となる相手が、開幕前に監督が自分が評論家やったら優勝候補 DeNA って聞いたんですけど、今現状まあカープが1位2位を争ってるライバルになるんですけど、やっぱターゲットは DeNA なんですか、それともカープなんですか。いや、僕はまだ DeNA やね。あ、 DeNA ですか。やっぱりピッチャーはしっかりしてるんでね、俺は DeNA はまだ上がってくると思うね、やっぱりね。横浜スタジアムでの成績は去年から13連敗中。今年一度も勝てていない鬼門。ロードではその試合が6試合もあるんです。横浜スタジアムで6試合、ああ横浜6試合ね、あって結構大事にはなって、大事と思うけどね。まあだいたい分かったからね、はい、向こうの戦力というかね、まあ、攻め方とか今はやられ方の方が多いけどな、横浜、向こうに行くとね、まあ、その辺はなんとかね、ビスターでなんとかしないといけないと思うけどね、はいはい、シーズンも残り2ヶ月、まあ五分からね、本当一つ二つ僕は貯金できればと思ってるよ、まあ、まだ8月はね、はい、そんな無理ね、そんなに無理しなくていいと思うから、少しでも貯金を増やして甲子園に帰ってきてくださいね。